それでは4つのセッションがありますので、1つのセッションワークにつきまして20分程度今から意見交換をしていきたいと思います。でこれ午前中にも申し上げましたけれども、今までの事業仕分けと違いまして、まあ、今回はここに掲げてますような目標達成するための指標、それから目標数値が適切であるかどうか、それからその目標を達成するためにさまざまな事業が下に下がって構成されておりますけれども、そういった構成されている事業が適切であるかどうかといった点を中心に議論していきたいと思います。それではまず第1のワークにつきまして自由にご意見をいただけたらと思います。情報発信プロモーション活動の強化といったことです。どなたでもご自由に手を挙げていただいて質問ご意見県の方々とやり取りしながら何か提案できればと思います。ぜひ、はいはい、ワーク1ワーク2ともにかかると思うんですけど、目標の方7000万と、総観光客数の方を挙げられてますが、非常に厳しい数値だと私は思って感じてます。ただ来年度に関しては平清盛の効果があるので、もしかしたら達成するのかなと思うんですが、そもそもこの総観光客数は、ビジネスの客とかそういうのも入れての積み上げての客ですか、それとも純粋に例えば厳島に来られた方、平和公園に来られた方を積み上げた客数になるんでしょうか。観光客を対象に考えております。ビジネスは、ビジネスではなく、はい、よろしいですか。はい、その数値につきましてはいかがでしょう。今のように厳しいのではないかというご指摘なんですが、確かになかなか厳しい数字ではないかと思っております。この目標自体はですね、平成18年なんですけれども、県の方で、広島県観光利権推進会議というのがございまして、その段階で18年の総観光客数の、1.2 倍という形の中での目標数値という形、また18年からですね、 3% 増がずっと続いていく中でですね、7000万人という数値をですね、弾いているという状況がございます。で現段階でですね、どうかというと、なかなか大変な状況ではあると思いますけれども、実はこれからですね、広島県この3年間で大型観光キャンペーンをやろうと思っています。でまず皮切りがですね、1月からの、平清盛で、あちらにもありますけれども、清盛の広島へということでですね、清盛自体が広島県とあんまり縁がないようなという方も多いと思いますけれども、実は清盛自体がですね、宮島を造営したと、でまた瀬戸内海航路を開いたという形でのですね、ものにつきまして実際に、多くの県内、県外の方にですね、アピールすることによって、大きく進めていきたいというふうに思っておりますし、あるいはそれ以外にもですね、全国の菓子博覧会であるとか、海フェスタであるとか、あるいはそのディスティネーションとキャンペーンというのが25年にありますので、そういった形でやる中で進めていきたいんですけど、24年度でという形になるとですね、少し厳しいというのはあると思います。はい、よろしいですか。午前中の子育ての問題ですと、目標値を掲げても物理的になかなか難しいことがありえますけれども、この観光、目標観光数につきましては、頑張って、目指して頑張るという概念に受け取ればよろしいんでしょうか。はい、他にどなたかご自由に発言していただければと思います。はい、すみません。前提なんですけれども、実は広島県が観光地としての知名度が低いというのはちょっとびっくりしたんですけれども、これはなんかそういったデータがあって県全国的に第何位であるとか、なんかそういったものがあるわけですか。旅行会社の調査でですね、全国から20位というのがちょっと出ていますので、それをどうですか、そういう状況でございます。あとですね、インターネットでですね、実はその広島県の観光資源についてですね、調査をしたところですね、瀬戸内海とかそういった海であるという部分、我々にとって非常に大きな宝なんですけれども、それに対する認知度も結構低いという形でですね、我々が思っている以上に首都圏の方々、関西圏の方々も含めてですね、広島県を、広島県という地名をですね、知っているのは世界とか、あるいは全国の方知ってますけども、観光地として行ってみたいものとしてですね、いうのはなかなかないという状況にございます。
しいでしょうか。5年くらい前から観光統計で宿泊者を集計するようになりましたよね。あれ見ましてもやはり広島に入ってくる人たちはビジネス客が多いんだけれども相対的に観光客は少ない、それからもう一つは宿泊者数が随分人口当たりなんかにすると随分下の方だということなんで、目標数値としてですね、確かに入り込み7000万はいいんですけれども、その宿泊いかにとどまっていただくかというような目標はいらないんでしょうか。おっしゃる通りでですね、実はその中国需要の宿泊数の上位、広島県ですけれども、全国順位が17位という形でございます。で、実際には先ほど申しましたようにですね、観光自体を新たな経済成長の一つという形になりますと、観光消費額をいかに伸ばすかという形が大きな課題になっています。で、そうすると、実際に来ていただいて、泊まっていただく。でその時によって土産物を買っていただきたいとか宿泊費とかいう部分でですね、そういった部分での宿泊者数であるとか観光地消費額に対する、課題というか取り組みというのは必要だというふうに思っています。今回上がってないですよね、ワーク1なんかではそういう目標は。はい、すみません、ちょっとこちらには上がってないんですけれども、実はその元々の観光立県の推進計画の中ではですね、消費額についていくらにするとか、宿泊者数につきましてもですね、上げているという状況でございます。わかりました。はい。はい、他にどなたか、近川さんいいですか。はい。はい。あとにしましょうか。後にします。はい、他にどなたか。あ、そうだ、井ノ口先生ぜひ。そうですね、では客体、おそらくワーク1から4すべてに関わることだと思うんですが、客体といったときにですね、もう少しこう客体の中でも、例えば観光客といったときに観光客のどの辺に、メインのターゲットを絞っていくのかっていう、そういうこう目標であるとか考え方っていうのがより重要なんではないかなというふうに思っているんですけれども、そういったことに関しては具体的なこう目標の設定とか議論というのはどの程度進んでいるのかというのはいかがでしょう。今現在ですね、観光についてもですね、コンセプトの部分を、策定委員会の中で議論しております。でその際にですね、ターゲット層として一番効果的なところは誰かという部分につきましてですね、今考えておりまして、まだ議論の途中ではございますけれども、やはり首都圏の方々をこちらに招くと、でそうすると、宿泊をしていただけるし、観光消費もで、ターゲット層としてはですね、ある意味では20代とか30代の女性などをですね、中心としてやっていきたいなというふうに、まだ議論の途中でございますけれども、考えております。と申しますのはですね、いわゆる20代、30代の女性自体につきましては、インターネット調査で調べたときに、広島に対するですね、認知度はかなり低いんです。ただ、実際に瀬戸内海でこういった、海の幸がありますよ、あるいはクルージングができますよというお話をしたときにですね、興味関心度がかなり高くなっています。ところでですね、ここのギャップ自体がですね、今まで知られてない広島県にとってですね、非常には誘引効果が高いターゲット層かなと。でまた来られたときにですね、彼女たちは女性同士で来る、あるいはですね、ご両親と一緒に来る、あるいはその彼氏と一緒に来るとかいう形でですね、そういった意味では波及効果も含めてあるのかなというのもあるので、今議論の途中でございますけど、それとも含めて今議論はしております。そういうターゲットの絞り込みというのが実は事業ごとに必要なんじゃないんですかね。いかがでしょう。はい、次にですね、次のワークにもあると思うんですけれども、実際にそれぞれの、観光素材をブラッシュアップするときにターゲット層をある程度絞り込んでいくというのは必要だと思います。で情報発信につきましてはですね、いわゆるそのこれまでのパンフレットであるとか、あるいは旅行会社へのアプローチとともに、Facebook とかインターネットを活用した形のですね、旅行を決める方が多いので、そういった意味での、情報発信というのも含めてですね、そこではやっていこうと思っております。どなたか。はい、ここではですね、取り上げられてないんですけども、海の道構想との関連というのはどうなっているのかなというのと、もう一つはその情報発信について何が一番有効なのかなと思うんですけれども、どういう考え方をされているのか。
まず海の道構想につきましてですね、まあ、今回のワーク対象外というのはなっておりますけれども、やはりですね、広島県自体が広島県だけでなく、近隣県愛媛県とか岡山県とかと一緒にですね、瀬戸内海自体をこれから長期の考え方を含めてやっていこうと思っておりますので、当然我々もそれを意識してやっていきたいというふうに思っております。で、あと情報発信ですかね、の情報発信の具体ツールとして、あのですね、先ほどもちょっと申しましたけれども、やはりあのこれまでの旅行会社を通じた形のアプローチ以外にですね、やはりそのインターネットを見てですね、実際に宿泊の予約をされる方、あるいは行き先を決める方というのは大変多くございますので、そういった意味では今はもうすでに一部やっておりますけれども、ホームページをですね、統合化する、これもですね、観光連盟というところと広島県で別々に実はホームページを立ち上げておりました。で、そうすると見られる方からすればですね、同じところに行ってしまうというか、それぞれ同じような重複がございますので、それを統合したりとか、あるいはその今のその、ホームページの中にもですね、宿泊にちょっとリンクして飛ぶような形のですね、工夫と今やっておりますので、インターネットを中心とした形、あるいはあの利用者目線での改善というのをやっていく必要があるというふうに思っております。西本先生、はい、今のご説明をお聞きしていて、感じるのが、数値目標が高すぎるということと、どうしても一過性のブームに終わらせてしまうような、それに頼っているようなところがあると思うんですが、認知度が低い、それを、認知を上げるために、長期的な計画を練るときに、具体的にはどのような方法をお考えなんでしょうか。今委員ご指摘のようにですね、大河ドラマがある、地域についてはですね、その放映があったときにはかなり伸びますけれども、その次の年には3割とか4割とかかなり落ちるという状況になります。でそれは我々も最初から意識しておりまして、大河ドラマ自体をですね、一過性のものにしないで、取り組んでいく方法が必ず必要かなと。でそのためにはですね、実は清盛という、まあ、あちらにもありますけれども、実はその平清盛自体は、まあ、源氏と平家の中でですね、どうも負け組であったりとか、これまで彼らの偉業というのがですね、どうもその表に出なかったという事情がございます。で平清盛自体はですね、まずはその国を富ますためには日租貿易をしなくちゃいけないという形でですね、840年前に考えた方で、逆にですね、西本先生言われたようにちょっと恥ずかしいんですけども、それ以外にですね、やはり貨幣経済をやっていかないと経済が伸びないと。でそのためにはですね、瀬戸内海航路を作らなくてはいけないということで、潮町で宿を作っているという形で、瀬戸内海に着目した男でございます。でそれをですね、一つのブランドとしてですね、我々はこの大河ドラマをきっかけにですね、瀬戸内海の再発見再認識という形での素材造成を作りたいなというのが一つです。でもう一つ、たくさん来ていただくことは間違いないので、来てもらった方に、まあ、ワークさんでも出てきますけれども、おもてなしの心でもう一回来てもらう、あるいは今回来たけども夏来たけどももう一回冬に来たいとかいう形で、その魅力をですね、しっかり伝えていくという形のことをしないと、まあ、言われたような形でですね、一過性に終わるという形でございますので、それを十分意識して展開していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。よろしいですか、はい、何かあります。この先ほど宿泊の面での発言があったんですけど、この総観光客数っていうのは県内の観光客も含まれてるっていうことなんですか。はい、ですよね。で宿泊の面、宿泊して、まあ、来てもらおうと思ったらやっぱり県外からの観光客をターゲットにしないと、もちろん泊まる必要もなく帰ってしまう人が大多数だと、宿泊の面というのになかなか結びつかないと思うので、そういったその視点での取り組みというのが、まあ、そういう、県外からと、あと県内向け の, そのターゲットというのがまた別にあるのかどうかなというのをちょっと今の説明を聞いて思いました。
はい、ですね、おっしゃる通りで、まず宿泊者数を伸ばすとか、あるいは観光消費額を伸ばすという意味では、実際に首都圏であるとか、あるいは海辺山陰圏、あるいは新幹線ができましたので、南九州あたりからですね、ちょうど1泊2日で広島に来るのがちょうどいい時期になっておりますので、そういう方々を対象にキャンペーンを張ったりとか、これは実際の観光情報の説明会なんかをやってるんですけども、そういったことをすることと、あるいはその県内のですね、方々が、やはり広島っていったときに、実は宮島と平和公園を見たらですね、あとはもう見るのとこないですよというふうに思うんではなくて、しまなみ海道もあります、友野村もあります、神楽ありますという形で、さまざまな観光資源自体を県民自体がその、認識をしてですね、皆さんにアピールできる形が必要なので、おっしゃる通り県外の方々とあるいは県内の方々に対してもですね、こんなところがあります、実はこのワークの中で県の観光連盟の観光情報広島散歩というのがあるんですけれども、これお手元見られたことあるかもしれませんけれども、結構ですね、20万部で年4回出しておりまして、内容的にもかなり充実していていて、こういった形でですね、県内の方々にもですね、県内の観光地の魅力をですね、しっかり情報発信するのは本当に必要だと思っています。はい、他に28ページにも目に書いておられますように、Facebook 口コミとかいった具合にいろんなこう、手段が多様化しているわけですよね。だからこれを、よりうまく利用するのが、7000万人にこうつながっていくんだろうと思うんですが、一方ですね、ちょっと気になるのは、26、27ページ目の事業の5番目です。需要と思うんですけれども、1800人の代理店の方々に2500万円、1人1万数千円こう使うような手法と、さっきのようなこう、広く薄く情報を提供していくというやり方、どうなんでしょう、これやはり効果あるんでしょうか。ですね、観光情報の発信につきましてはですね、先ほど申しましたように一般のお客様に発信するのと、やはりその観光事業者の方に発信するのがあると思います。で、実際に、観光事業者の方にメールマガジンって一応出しております。で、実際の発信のですね、1割程度が、これアンケートを取っておりますけれども、旅行商品を作る際に参考にしたという形が出ております。で、これは高いか低いかとありますけれども、実はその1割自体がですね、その役立って本当に書いていただくという形になればですね、結構効果的な手法かなと今は思っております。はい、分かりました。要はですね、単にこう、次のワークにもそうなんですが、7000万人とこう掲げてあるだけであって、その事業ごとの内訳、ある程度こう、ウェイトをつけるというような工夫がいるかなというように思ったんです。はい、他にどなたか、この後ですね、皆様方のご意見、ご提案をこうまとめていただくんですが、一応発言されたものを基本とするということなんで、もし、発言し忘れ等ございましたら、簡単にご意見ご質問としていただければと思いますが、何か。はい、コーディネーターさんと全く同じ趣旨だったんですけど、要は観光客の数のうちですね、そのいわゆる個人型と団体型のこの人数の分けみたいなものはあるんですかね。はい、と申しますのが、それによってその力の入れどころを一体どっちにどう入れた方が数の増やすには効果があるかという点でですね、ちょっと、はい、例年ですね、広島県観光客数の動向という形で、定点調査というのをさせていただいておりまして、でその中で22年度で言いますと、一般の旅行客がですね、4714万人とで、団体旅行客が80万6千人というような状況になっております。我々の、統計データがすべてをですね、把握しているわけではないですけれども、そういった意味ではですね、一般の旅行の方々、実際に自分たちでその、インターネットなり何々を見てですね、来られる方が多いという状況でございます。でしょうか。他にどなたか。それではですね、時間が限られているものですから、これで、ワーク1を終わらせていただいてよろしいでしょうか。
したらお手元の用紙にご意見ご提案等をご記入いただければと思います。でもし発言し忘れたんだけれどもいうことがございましたら、その旨小さくメモしていただければと思います。